景色、うわー、これが北アルプスだ。初めて見た。こんな壮大なんだ。感動する。いい空気。いや、この素敵な街でどんな人、どんなものに出会えるのか、とっても楽しみです。なこさん、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。かわいい帽子ですね。かわいいでしょ。かわいいです。そうなんですよ。僕が紹介したいのは、はい、あのアルプスの鏡と言われる3つの湖があるんですよ、うん、で、あのそこでアクティビティいっぱいできることがあるので、もしよかったら一緒にしませんか。やりたいです。湖で。はい、湖で。アクティブなことなんだろうな。これ全部？これ全部です。これが木崎湖になります。木崎湖。はい。で、小学校の頃から通ってて、はい、いいですね。大好きな湖の一つです。キラキラ。キラキラ。水きれい。きれいですよね。すごく透明度が高いんですよ、木崎湖は。そこ見えますもんね。そうなんですよ。ここで何するんですか？サップをやりたいなと思ってます。サップ。はい。私やったことないんですけど、はい、初心者でもできますかね？基本的に湖、あの波が穏やかなので、はい、やりやすいと思います。あ、そっか。行ってきます。行ってきます。最初はもう膝立ちでもいいんで、ゆっくりゆっくり、はい、よいしょ。いや、うまいうまいうまい。本当ですか？本当初めてですか？初めてです。気持ちいい。気持ちいい。すごい、最高ですね。湖でもこんなに絶景見ながらサップできるってなかなかないと思うので。なかなかないと思いますよ。こんなに挟まれてるところもそんなないと思う、うん、そうですね。もう360度だもん。360度山ですよ。スイレンって知ってますか？聞いたことありますね。聞いたことありますか？はい。このスイレンを花が咲いてて、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。見に行きたいです。見に行きますか？行きましょう。はい。うわー、待って、これ？これです。すごい、超綺麗ですね。すごい、初めて見た。綺麗ですね。綺麗ですよね。ここで暮らしたいぐらい。暮らします。すごいリフレッシュできました。うん、またちょっと都会とは違う感じで、はい、うん、